魏と呉が争っている間に共闘するはずだった蜀は漢中を制圧し、劉備は天下を目指すなら魏も蜀も等しく敵であるはず。魏への恨みは捨てよ。合力して慶州から蜀を駆逐し防御戦とする。孫吾に安寧をもたらす。これが最後の戦だ。義と手を組む、それが孫吾のたどる道か。しかしひとたび戦場に立てば総弁を振るうのみ。関羽の軍を繁盛に侵入させてはならん。援軍は必ずやってくる。それまで耐えるのだ。戦場に立てば我が総弁に迷いはない。援軍到着まで俺が繁盛を守り抜く。さあ俺と勝負だ。敵さん、思ったようにやるね。者ども耐えよ。ここが正念場だ。者ども耐えよ。ここが正念場だ。どんな失態を。お手を煩わせて申し訳ない。にゃあ、これ以上は持たぬか。半兵、川の上流へと急行せよ。堤防を切り崩し、濁流を繁盛へと導くのだ。Thank you.
よし、その力で城の守りは崩れた。ここが好機、一気に城内へ突入せよ。水系か。味方の動揺を抑えるため、まず俺が城内の兵と合流し敵を叩こう。この拠点は俺が制圧したぞ。頼みより連絡、敵の護衛がこの地へ向けて進軍中。反雲長竜となり兵衆の暗雲を払う。兄者が大使、旗さんがため。反雲相手にとって不足はない。素晴らしき切符であった。そのまま敵将大使が討ち取った。艦は撃った。この戦我らの勝利だ。義語両軍の将士の奮戦、心より感謝する。真偽は違えぬ。それが俺の流儀だ。長き戦乱の世は終わった。これよりは義、職と歩調を合わせ、孫悟の繁栄に尽くす。我らの結束が平和を勝ち取ったのだ。孫悟万歳。孫権様万歳。孫作殿への恩義は返した。俺の役目は終わった。さらば孫悟。俺と孫作殿の夢を。